Nationalities のシリーズです。国籍ですね、国籍のシリーズになります。日本語の場合ですと、例えばどこそこの出身国の人だっていう時には、例えば日本人ですとか、ブラジル人ですとか、アメリカ人ですって国の名前プラス人をつけて人、ね、中国人、韓国人っていう言い方をするのが、日本語ですよね。非常にそういう意味では簡単です。ところがそれに対して英語というのは、ある程度のパターンはあるんですけど、いくつかのパターンがあって、それを覚えなきゃならないっていうのがあります。なので最初はね、戸惑うんですけど、覚えてしまえばね、どうということないです。でこのシリーズでは、いくつかのね、そのパターンを覚えていきたいと思いますので、ぜひね、集中してみてください。この国はどうやっていう言い方をするのっていうのは、ある程度見ていくと分かるようになると思います。それが分かるようになるまではちょっと時間かかるんですけどね。ではだいたいその自分が言葉にする、口にする、国籍の人っていうのはだいたい決まってるので、決まってるっていうか、その傾向はあると思うので、それを覚えてしまえば OK です。であと分からないのはその都度その都度、例えばそれこそ今ググってね、日本人っていう、日本人はどうやって言うのとか、北朝鮮人はどうやって言うのっていうね、ググってみると、その英語の表記っていうのは出てきますので、そのパターンが分かります。 OK、 ひとまずここにね、載ってるものを覚えていきましょう。 OK、 First look, listen and concentrateLet's go. South African, Swedish, Indian, Saudi Arabian, Egyptian, Spanish, Chilean, New Zealander, Swiss, Greek, Korean, Vietnamese, Netherlander. Okay. One more time. もう一回いきましょう。South African, Swedish, Indian, Saudi Arabian, Egyptian, Spanish, Chilean, New Zealander, Swiss, Greek, Korean, Vietnamese, Netherlander. はい、じゃあ、1ミリの後に繰り返していきましょう。South African.Swedish, Indian, Saudi Arabian, Egyptian, Spanish, Chilean, New Zealander, Swiss, Greek, Korean, Vietnamese, Netherlander. Okay? もう一回行きましょうか。もう一回行ったら、ちょっと説明していきたいと思います。Look, listen, repeat after me. Let's go. South African, Swedish, Indian, Saudi Arabian, Egyptian, Spanish, Chilean, New Zealander,Swiss, Greek, Korean, Vietnamese, Netherlander. OK? はい。これまずじゃあ一つ一つを、説明していきたいと思います。South African, South African. これは南アフリカ人のことを South African。アフリカ人のことね、African って言うんですけど、South って、South がつくからには南ですね。なので、South Africa、南アフリカ人、仮に、North Africa っていう国があったとしたら North African、ないですけど、African っていう言い方になります。今度これ Swedish、 スウェーデンの人たちですね。国は Sweden と言うんですけど、スウェーデン出身の人を Swedish と言います。 OK、ちょっと変わってる言い方ですね。で、アフリカン、アンで終わるような感じになるんですけど、これもインディアはインディアンになります。インディアン、インディアン。OK? で、これも同じようなサウディアラビアの人をサウディアラビアンと言います。で、エジプト、エジプト、エジプトですね。エジプトの出身国の人をエジプシャンと言います。で、今度、スペインの人をスパニッシュと言います。スペイン出身の人をスパニッシュ。で、言葉そのものもスパニッシュと言います。結構ね、何々語っていう時には、わりかし、その国籍とほぼほぼ同じような言い方をすることが多いですね。当然例外もあります。ブラジルだったらブラジリアンと言うんですけど、ブラジリアン。でも、ブラジリアンはブラジリアン語じゃないですね。ポーチュギーズと言います。ポーチュギーズ。OK? そんな感じですね。チリ、チリ、チリワインが有名な国ですね。チリアンと言います。チリアン。Okay? で今度、これちょっと特殊ですね。ニュージーランドの出身国の、人をニュージーランダー、ニュージーランダーと言います。Okay? で、これスイス、スイス、そのままです。スイス。スイスの人をスイスと言います。で、グリックの人もそのまま、グリック。
と言います。ギリシャ人ですね。で今度、近くのコリアン。これ、ノースコリアンとサウスコリアンってあります。まあ、知ってる友達もいると思うんですけど、日本語では、上にある国を、北朝鮮で、下にある国を韓国という大韓国民っていうんですかね、韓国って言うんですけど、英語の場合はね、ノースとサウスという言い方をします。まあ、ポルトガル語も一緒なんですけど、北の国と南の国、まあ、北の韓国、南の韓国という言い方をします。で、まあ、いずれにしても、コリアンというのね、コリアが、サウスコリア、ノースコリアっていうね、ノース上、サウス下、ノースコリアン、サウスコリアンという言い方をします。Okay? 今度、ベトナムが、ヴィエトナムと言います。ヴィエトナミーズというのがその、ベトナム人という意味になります。ヴィエトナミーズ。Okay? で、あとこれね、オランダ。オランダは英語で別名で、確かオーランというんですけど、まあ、通常はネザーランズと言います。国ですね。でそのネザーランズ出身の人をネザーランダー、ちょっと長いですね。ネザーランダー、注意点が there ですね。th の発音があるので、ネザーランダーと言います。これがだから、オランダ人のことですね。ネザーランダー。OK? じゃあ最後にもう一回ね、高速でお見せして、2回お見せします。その後にクイズにチャレンジしてみましょう。OK? Let's go!South African, Swedish, Indian, Saudi Arabian, Egyptian, Spanish, Chilean, New Zealander, Swiss, Greek, Korean, Vietnamese, Netherlander. Okay, one more time. South African, Swedish, Indian, Saudi Arabian, Egyptian, Spanish, Chilean, New Zealander, Swiss, Greek, Korean, Vietnamese, Netherlander. Okay, じゃあ、クイズいきましょう。ちょっとね、これは難易度はわりかし高い方かなと思います。あまりね、聞いたことがない。ような感じなんでね、まあジャパニーズとかでね、イーズで終わるね、出身、そこの出身国の人を、イーズで終わる、チャイニーズとか、ポルトガルだったらポルトギーズとかね、イーズっていうのは結構聞いてると思いますけど、例えばこれね、何でしょう、これはね、サウスアフリカン、あ、これね、注意点があります。サウスね、TH の発音があるので South African African だけどね、 African、okay? ちょっと難しいやつです。これはスウェーデンの出身国の人たちのことです。 Swedish、あとこれいきましょうか。スペインね、スペイン出身国の人たちを Spanish と言います。Okay? じゃあこれね、これはズバリそのままです。このね、十字架のスイス、そのままです。スイス、出身国の、スイスの出身国の人をスイスと言います。じゃあ隣の韓国をどういうか。ノースだったら、北朝鮮。サウスだったら韓国。いずれにしても、コリアンと言います。コリアン。OK? コリアン。じゃあこれ最後にしましょう。これはチューリップの国の出身国の人を、ネザーランダー。OK? はい。これはね、ちょっと難易度の高いものですけれども、これはね、国際人になる人なら必ず覚えてもらいたい。シリーズです。ぜひ覚えておきましょう。